ジュエリーを品切れ中。どうして舶来がこんなところに？おいおい、その値段じゃあまりにも高すぎるだろう。こんなに高い仕入れ値でどうやって売れって言うんだ。そう言わないでくださいよ旦那。この夕暮れの実は最も上質なものなんですから。以前間違えて一つ井戸に落としてしまったんですが、その井戸の水が全部甘くなったぐらいなんですよ。だとしてもだな。まあまあ旦那、実はもう一つ秘密があるんですよ。英発商店の店主もうちの品を仕入れようとしたんです。でも彼には売りませんでした。ああ、でももし旦那がいらないって言うんでしたら仕方ありません。向こうと商売するしかないですね。わかった、そういうことならその値段で仕入れよう。あるだけ全部だ。英発商店には一つも残すなよ。君たちどうしてここへ？言っておくが、この夕暮れの実には私が先に目をつけたんだ。横入りはさせないぞ。実はオイラたち、チーのことについて聞きに来たんだ。あいつのこと知ってるか？チー、かなり評判のいい人物だぞ。彼に関する話を聞いたことがある。貧しい家の出身なんだが、両親を早くに亡くして周りの人から冷たい目で見られていたそうだ。昔は隣人からよく悪口を言われていたそうだが、チーは報復するどころか、その後破産した隣人の面倒を見てやっていたらしい。衣食放縁、貧困法制、どうして今までこういう人物に出会えなかったのかと思わせるような逸材だ。いや、今からでも遅くはない。彼を我々万有商法の広報大使に招けば。なんだかいいやつみたいだな。これでオイラたちも安心だぜ。こんなことを聞いてどうするんだ？まさか君たちも彼を何かの大使に？そうか、ならば高い値を払った者勝ちということで。そこにチーがいるじゃないか。いっそ直接聞きに行こう。え、どこだ？確かにチーね。見た感じ、リンローと話をしているようだけど、話を聞いてみましょう。いい？彼に気づかれないように注意して。こういう情報こそ最も偽りのないものよ。私は先に雇用契約書を取りに戻る。って、おい！抜け駆けはなしだぞ。おい！分かったわ。歩きながら話しましょう。ちいさんは手記を一式買いたいのね。お互い商売人同士だもの。ちいさんもうちの店をよく知っているはずよね。実は私には普段。そんなに急いでどうするの？これじゃ見つかるわよ。いい？彼に気づかれないように注意して。こういう情報こそ最も偽りのないものよ。分かったわ。歩きながら話しましょう。Cさんは手記を一式買いたいのね。お互い商売人同士だもの。Cさんもうちの店をよく知っているはずよね。実は私には普段からお酒を飲むのが好きな旧友がいるんです。彼は風流を好むのですが、見栄を張って贅沢はしたくない。ですので良質な模造品の手記を買って彼を招待したいのです。じいさんは優しいのね。分かったわ。
私に任せてちょうだい。時間があるときに帰国居まで品を受け取りに来て。ありがとうございます、リンロウさん。いいえ。これだけ評判が良くて友達思いだなんて、得がたい人ね。私も店に帰ってからきちんと選ぶから安心して。これでイエランも安心しただろ。他の人の目にもチーはいいやつに映ってるんだ。結論を急ぐ必要はないわ。彼が普段釣りをしている不当に行ってみましょう。ない、まだやるのか。まさか自分も天数になりたいからってチーに問題があることをどうしても証明したいとかじゃないよな。さあね。でももし私が天数になったら、君たちを特別扱いしてもいいわよ。ただでいろんな美食を食べさせてあげる。どうかしら？本当か？それじゃあ、このまま南ふ頭に行ってみようぜ。人は相変わらず賑やかね。ここで釣りをしている人は釣った魚を近くの魚屋に売ることもあるそうよ。孫さんに聞いてみましょう。いらっしゃいませ。今日はどんなものをお探しで？すみません、私たちはリーユエ潮遊会の一員です。ある人についてお聞きしてもいいですか？チーさんという方がとても釣りがお上手だとお聞きしたのですが、彼について何か知っていることはないですか？おー、イランって身分を偽る時もこんなに平然としてるんだな。ああ、チーね。この辺りでもすごく有名ですぜ。各地を旅している友人から聞いた話では、よその町にまで名が知れてるとかなんとか。聞けば子供の頃は非常に苦労したようで、いくつも仕事を掛け持ちしてたそうですぜ。まあ苦中の苦を受けざれば人の上の人たることかたしと言いやすからね。彼はきっと超すごい人になりやすぜ。おう、オイラたちと同じ考えだな。けど潮遊会への勧誘でしたら無駄足だったかもしれやせん。それはどうして？あいつは何でもできやすが、釣りだけはいまいちなんでさ。たまに不当で釣った魚をうちに売りに来るんですが、収穫量も実に普通で、良くも悪くもないといったところですか。もし会員を募集してるんなら、他に何人か釣りの達人を知っていやすが。素敵ですね。でも今はまだ他の用事があるので、今度お茶でもご一緒しませんか？わかりやした。またお越しください。よその町にまで知られているね。さあ他の場所でも聞いてみましょうか。魚はいるかい？一匹300モラ、三匹1000モラだよ。
どれも貴重なもの。もう残り少ないよ。こんにちは。私たちは許可調査会のものなのですが、一つ伺ってもよろしいでしょうか。わあ、また身分を変えたぞ。許可調査会？俺は何も悪いことはやってねえぞ。商売の邪魔しないでくれ。ご安心を。我々はただ簡単な調査をしたいだけですので。近頃チーという方がこの近くで鮮魚を低価格で売っているとお聞きしました。それについて何かご存知でしょうか。はあ、俺のことじゃないのか。それを早く言ってくれ。チーのことなら知ってるぜ。低価で鮮魚を売る件については俺も聞いたことがない。だがまああいつならやりかねんがな。え、どうしてだ？あいつは貧乏なんだ。両親を早くに亡くしたんだが、酒狂いの父親が生前に多額の借金をしてたらしくてな。だから誰も地位とは関わり合いを持とうとしなかった。あいつが不当に来たのはまだ幼い頃だったな。ボロボロの服を着て頭にはガーゼを巻いていた。天王寺に拾われてやっと生き延びることができたんだ。だが今も貯金はあまりないみたいだな。腹を空かせるとまではいかないが、たった数モラのために値引き交渉してるのをよく見るよ。だからあいつが魚を売るのも俺はおかしなこととは思わない。まあどうせ大した数の魚じゃないし、こっちの商売の邪魔にはなるまい。おっと、これはあいつには言うなよ。知られたくないのですか？ああ、何度か少し話をしたことがあるんだが、あいつは他人からどう見られてるのかすごく気にするやつなんだ。劣等感すら抱いてるようだった。だが、俺には何か言ってやる資格もないからな。あいつはすでにほとんどの人間より優秀な存在さ。完璧な人間なんてこの世にはいない。あいつがそのせいで不幸にならないことを祈るよ。なるほど。情報を提供いただきありがとうございました。いいってことよ。それともう一回言っておくが、俺が売ってる魚には値段の問題なんてないからな。何回も言うと逆に嘘くさくなるぞ。あまりお金を持っていないね。他の人にも情報を聞いてみましょうか。お前たちか。なんて言うんだっけ。そうだ、また会えて光栄だ。俺様に何か用か。実を言うと、私たちはこの業界に入ったばかりなんだけどね。ロッコ様が情報通って聞いて訪ねに来たの。本当か。その俺様を情報通と褒める者がいるのか。もちろん。ドッコ様は心優しい方で、何でも答えてくださるとも聞いてるわ。やった。何が聞きたいんだ。この町のことなら俺様は何でも知ってるぜ。わっ、子供まで騙すのかよ。ではお聞きしますが、ドッコ様はチーという方をご存知ですか？もちろんさ。最近大人たちがいつも話してるチーニーのことだろ。チーニーのことならたくさん聞いたことがあるぜ。例えば、あんま覚えてないや。まあほとんど大した内容じゃない。やっぱり俺様は剣の光と影が交わる驚愕の話の方が好きだぜ。その点については私も同感です。ではドッコ様はいつ頃から大人たちがチーさんについて話をするようになったのか覚えてるかな。あ、それなら覚えてるぜ。だいたい 2,3 ヶ月くらい前だな。前はみんなチーニーについて話すとき、俺様が不愉快に思うような口調だったんだ。だけど 2,3 ヶ月前からチーニーに好感を持つ人がたくさん現れ始めた。
チーニーは俺様に飴をくれたこともあるし、みんながチーニーをよく言うのは俺様も嬉しいぜ。やっぱりね。ん？やっぱりなんだ？やっぱりドッコ様は噂通り心優しい方だと言ったのです。それほどでもねえって。そういえば知らない顔もたくさんいたぜ。よく街中でチーニーのことについて話してた。きっといい奴らだよな。ええ。よかった。今度会ったら挨拶でもしてくるか。溜まった飴もあいつらに一つずつ分けてやろう。そうですね。もしよろしければ彼らの居場所を頑丈茶室にいる私の友人まで伝えてくれる？そうすれば私の友人が彼らをおもてなしするよ。そうか、ありがとうお姉さん。ううん、じゃまた会おうね。ああ、またな。今の話の問題点分かったかしら？問題点？一体何が問題なんだ？地位の名声が高いって話だろ？孫と孔もいい風に言ってたし、ドッコ作も地位が好きみたいだった。そうね。でも問題はこの突然の名声がちょっと高すぎるところよ。突然？高すぎる？どういうことだ？衣食褒縁、関区奮闘、確かに町で評判になるほどのことだわ。だけど孫が言うにはよその町の友人も耳にしていた。それはいくらなんでも大げさすぎるわ。そしてそれらについてドッコ作が言っていたことを覚えてる？関心はするけれど大して興味はない。これこそが普通の人の反応よ。何よりこういった彼の評判はこの 2,3 ヶ月で一気に現れたもの。彼の幼い頃の話や学問を求めた話、それに隣人との話、どれも最近のことじゃないのにどうして今になってやっと人々の耳に入ったのかしら。そう言われると確かにちょっとおかしいな。もちろんそれだけなら私も別に手を出す気はないわ。貧しい家に生まれた地位がお金を払って自分の活躍を宣伝するのは私からすればゲームの規則の範囲内だと思うわ。でも問題がある。さっきコウが言ってた彼の話を聞いたでしょ。彼はずっと生活に困っていて、収入はすべて学費や旅、借金を返すことに使っていた。そんな彼が大金を出せるとは思えない。そう、それなら事情も変わってくるわ。もしかしたら隠れた勢力がこの木を狙ってリーユエ七世に手を出そうとしているのかも。これは最悪の推測だけど、推測はひどければひどいほど真実に近いってことがよくあるのよ。七世に手を出すって聞いただけでヤバそうだぞ。じゃあオイラたちはどうすればいいんだよ。今チーに聞いたって絶対に認めないよな。まずは彼を手伝っているのが誰なのかを突き止める。大丈夫、私に策があるわ。視察過程にあった時事法略は覚えてる？あれに書かれた計画は着任後に実現させるべきもので、彼らの立場を示していると言ったでしょ。地位を裏で手伝っている者は彼の着任によって利益を得ようとしている。だったら地位の計画の中に何らかの手がかりがあるはずよ。頑丈茶室へ行きましょう。地位の計画書は項目がとても多いわ。
短時間でその中のほころびを見つけることは困難ね。半分に分けるから手分けして読みましょう。読み終えたら情報交換よ。名目上の視察はもう終わっているから、規則通りもうじき結果を発表しなければならない。急いで真実を突き止めないと。緊急事態だな。天王寺がどのようにチーのことを考えていようと、チーが天王寺の自慢の門弟なのは事実よ。そんな彼が目立つ証拠を残すはずがない。だから私たちもじっくり考えましょう。何か見つかったかしら？まだない。でも頑張って探してるぜ。イエランが半分持ってったのに、まだまだ多いな。とにかく読んでみようぜ。頭が痛くなってきたぞ。ちょっと休憩しようぜ。お、どうやら俺が一番早く戻ったようだな。あ、お前はイエランの下っ端のショウか。戻ってきたってことは簡易の調査が終わったのか？ああ、各紹介を訪ね全面的に詳しく調べてきた。何度も門前払いを食らったが、俺の巧妙な手腕にかかれば。余計なことはいいから早く言いなさい。はっ、イエラン様、結論からご報告します。簡易と接触したほとんどの者は、彼の傲慢な性格に文句をつけながらもとても高い評価を下す傾向がありました。飛雲商会の坊ちゃんも、簡易は傲慢ではあるが、物事の対処に関しては極めて几帳面だと言っていました。それに契約を交わしさえすれば、相手が貧民であろうと富豪であろうと皆平等に扱うそうです。全然そうは見えなかったぞ。その名声に偽造の可能性は？彼の名義にある産業帳簿は調べられるかしら？本来なら難しいところではありますが、その一通り聞いて回ったところ、簡易はほとんど全ての帳簿を公開していたんです。どこから仕入れてどこに売るのか、これらは本来機密事項なのですが、彼は全く気にしていないようでした。簡易は他人には見つけられない商機を見つけるのが得意なのですが、大儲けをした後はまるで飽きたかのように全ての商業機密を公開してしまうのです。知ったからなんだ、どうせ俺にはかなわないという態度で。しかしそういう人間に限ってお金を稼げているので、本当に腹立たしい話です。おかしなやつだな。あいつにとって商売はお金稼ぎじゃなくて、なんていうか、こう、結論を検証するためといったところかしら。
彼の計画が非常に洞察に富んでいたのは、彼がすでに数多くの実験をやっていたからだったのね。ただいま戻りました。ってあれ、なぜお前がここに？言うまでもなく、俺の能力が高く常に人よりも一歩進んでいるからだ。いや、お前より効率がいいからと言った方が正しいか。お前、まあいい、争うつもりはない。ついでに他の用事を済ませていたんだ。それがなかったらとっくに戻ってきてたさ。イエラン様、明白の調査が終わりました。報告して。総務省によれば、明白は焦りを感じると話が途切れ途切れになってしまうそうです。特に見知らぬ人と会話するときはいつもそうなるんだとか。しかし知り合ってから何日か経てば普通に交流できるようになるそうです。他人が見過ごしてしまうような問題にも常に配慮している人物らしく、総務省における彼の評判はとても高いものでした。君から見て、総務省が彼に対して過大評価をしていると思うところはあった？ないと思います。明白の名声は少しずつ積み上げてきたものですから。シャオユーによりますと、総務省の業務はほとんど実行する前に明白に見てもらうそうです。彼が同意すると皆も安心できるようで。それから、かつて総務省で上司の目を欺き下の者を騙していた人物がいて、明白にこっぴどく叱られたそうです。怒った彼はとても怖いらしいのですが、私は見られませんでした。うわぁ、オイラも全く想像できないぞ。前にも言ったでしょう、目に見えるものが真実とは限らない。おぉ、今わかった気がするぞ。お疲れ様、もう休んでいいわよ。それで計画書はもう見終わったかしら？もうちょっと見てくるぜ。うん、この中の項目を単独で読んだ限りでは何も問題はなさそうね。でも一点私が引っかかったのが、この聖教浦再開発計画。元より聖教浦は数々の秘密がある場所よ。過去にはジャクダ竜王があそこで人騒ぎを起こしているし、地下にはさらに多くの秘密が埋もれている。例の一件の後、どこからともなくある噂が流れたの。聖教浦の下には巨大な宝が埋まっているってね。その噂を聞いた探検隊が七星の許可を得て初めての試験的採掘を行ったことがあったわ。それで宝は見つかったのか？いいえ、遺跡の奥底はとても堅固で、特殊な爆薬か何かで硬い岩盤を破壊しなければその先には進めなかった。でも当時は技術も未熟だったから、採掘公務は中止になって宝も伝説となったの。地位の計画は全て問題の解決に重きを置いているわ。けれど宝の採掘はとてもリスクが高いし、地位のやりそうな計画には見えない。でも単にそれだけよ、まだ何もわからないわね。宝を求めてる人は多いわ。宝刀団にファデュイ、リーユエ本土の数々の勢力。そっちは何か手がかりはあった？採掘、公務、宝。あ、オイラたち計画書で見たよな。あ、そうだ、もし適した公務があったら黒岩城を優先的に動かすって書いてあったぞ。なるほど、この二つのことが合わさればすでに明白ね。地位は黒岩城に聖教浦の宝を採掘させるつもりよ。まさか地位を手伝ってるのって黒岩城なのか？いえ、それはないわ。黒岩城は昔私も調査したことがある。今の彼らは各勢力とほとんど関わりがない。黒岩城には確かに特殊な爆薬が保存されているけど、
危険な公務を行うためだけにそれを手に入れるのは割に合わないわ。でも手がかりは確かに黒岩城を指してる。だったら見に行くしかないわね。何か新しい収穫を得られるかもしれないわ。まさか怪異と明白がオイラたちの印象と全く違うやつだったなんてな。チーにも違う一面があるのか？